はい、ごきげんよう。中3英語です。引き続き、原型不定詞ね、ということでございます。前回、レッドとメイクを使ったものの紹介でした。で、今日はね、ヘルプを使ったものということでね、見ていこうということでございました。はい、原型不定詞って何でしたっけっていうと、to のない不定詞。まあ、不定詞っていうのは to プラス動詞の原型ということなんですが、はい、to がない不定詞。だから見た目には動詞の原型っぽい感じがするんだけど、でもあえてここは原型不定詞という表現をいたします。はい、で、SVOC という、第5文系の、ね、流れで、ね、SVOC、ね、S っていうのは主語、サブジェクト、S、ね、動詞、バーブ、V、そしてオブジェクト、目的語、O、そしてコンポネント、保護の C ということで流れている第5文系の中で、はい、ヘルプ、ね、動詞、ヘルプ、そして目的語、そしてこの C の保護の部分にその原型不定詞が使われているね、そんな文章ということで今日は見ていくよということでございました。はい、で、まあ一応ね、やはりまだまだ細かいこともあるんだけれども、まあヘルプ今日は使って A、B という流れね、 A っていうのは目的語を指してます。はい、そして B っていうのがほぼそのつまり原型不定詞部分ですね、を指して、はい、A が B するのを手伝うと、ね、いうようなことになってるよということでございました。ね、A が B するのを手伝うね。はい、ですからじゃあ例えばもう早速です。例文、I helped my father wash the dishes ね。はい、まず主語が、はい、I ね。はい、そして help 動詞。はい、そして目的語にあたる、はい、このね、O の部分、A の部分ですね。はい、これが my father。はい、そしてこれで wash っていうことでね、原型不定詞が続いているということでした。はい、ですから A が B するのを手伝う。ですから my father が、wash the dishes するのを手伝うということだね。はい、私は。はい、私は。はい、で、過去形でした。ね、ですから私の父が、はい、皿を洗うのを、はい、手伝いました。なんちゅうようなね、感じになるんだよ。ということでございました。はい、ですから真似していきましょう。はい、we will help you clean the room ね。はい、主語としては we ね。はい、help という動詞が来て、はい、人にね、まあ、ここで A に当たる言葉、目的語ね。はい、そして clean the room ね。はい、ここで原型不定詞使われていますね。ただ今回は未来形なんですね。はい、ですから will なので、まあ、何々するつもりですとか、ね、何々するでしょうぐらいな感じでね、役取ってあげるかな。はい、私たちは、やはり A が B するのだよ。はい、ですからあなたが、you が、はい、クリーンザリングするの、はい、つまり、はい、部屋を掃除するのを、はい、まあ、手伝う、助けるつもりです。手伝うの方がいいかな。手伝うつもりですとか、手伝うでしょうとかね、そんなような言い方でしょうか。否定文になったって同じですよ。はい、John didn't help me carry these books。はい、didn't になってるけど、主語が John。はい、ヘルプが来て、はい、ね、A に当たる目的語部分ね。はい、それから、原型不定詞、キャリー以下ということになってますね。はい、A が、つまり、me が、carry these books するのを手伝う。まあ、ここが否定文なんだけどね。はい、だから、はい、ここでは、ジョンはね、はい、ジョンは、はい、私が、はい、これらの本、these books、これらの本を、キャリーってなんだ、運ぶだな。はい、運ぶのを、はい、手伝いませんでしたね。手伝わなかったと、ね、いうようなことになりますね。A が B するのを手伝うということですが、否定文になりました。はい、ですので、これらの方を、ね、運ぶのを手伝いませんでした。手伝ってくれませんでした。ね、ということでした。はい、そして最後にもう一丁、ね。He helped me、ね。同じように help、ね。で、はい、to open the door。なんていうことで、はい、ここで、ね、ちょっとね、to を入れた。つまり、原型不定詞で来てたんですが、不定詞での書き方っていうのも紹介しておこうかなと思うんですね。はい、このヘルプに限ってはですね、その、to 不定詞を置いた書き方もあるんですよ。はい、ですので、ね、原型不定詞を使った書き方もあるし、ね、不定詞を使った書き方もあるということですね。ただね、意味は同じ取り方で大丈夫。はい、ですから、彼は、私が、はい、ね、オープンザドアするのを、つまりドアを開けるのを手伝いましたということですね。だからもし同じような文章があって、それを例えば英訳、英作文をしてくださいというときは、はい、to を入れても
いいし、ね、入れないで原型不定詞、ね、入れて不定詞で書く書き方、入れないで原型不定詞で書く書き方とね、どちらでもこれは OK ね、いうようなところでございますね。はい、ということでございましたので、一つだけね、この to を入れた不定詞の書き方でを紹介しておいたということでございましたということでした。ではね、まあ、とりあえずレッド、ね、メイク、そしてヘルプ、まあ、こんなところがね、あの教科書ではね、出てくるようなところなんで、まあ、この3つ紹介してみました。あとはだからさ、例えば、刺激動詞とかね、それから、知覚動詞っていうのがね、出てくるっていうと、よくね、この原型不定詞が使われるっていうのがあるんだけれども、まあ、とりあえず教科書ではこの3つの動詞だったんでね、こいつの紹介ということでございました。で、次回は、だから、統一の内容をちょっと見てみましょうかね。はい。では本日はこんなところでした。ではまた。